東海道新幹線のこちらの駅、開業当初は存在しませんでしたが、国鉄民営化されて JR になった瞬間、追加的に建設されました。あくまでも、小玉号だけが停車する小さな駅ですが、実際に開業すると地域一体が成功したとのことです。そんなおっさんの人生とは対照的なサクセスストーリーについて、ドラマとかではなく報道ステーションをご覧になっている良い子のみんなでもわかる感じに説明します。今回の現場は静岡県掛川駅です。聞いたことがない子もいらっしゃるかもしれないので、場所を示しますね。名古屋派の浜松と東京派の静岡市の中間あたりです。掛川市はスイングステートみたいな感じですね。東海道新幹線のほか、在来線である単なる東海道本線、第3セクターの天竜浜名湖鉄道線もあります。まあ、大変恐縮ですが、在来線側はベンチとさせていただきます。とにかく、皆さんこう思ったかもしれません。おい、なんで後から新幹線の駅ができたんだよ。リニアは無理なのに。これには理由があります。もちろん、リニア中央新幹線の事情とは別物で、地元での反対などはなかったようです。というか、地元の掛川市が全力でウェルカムキャンペーンをやっていたのです。それは1977年のことでした。東海道新幹線はすでに開業していました。そんな中、地元の掛川市は、おい、何度俺たちの町に新幹線の駅ないんだよ。頼むから作ってくれ。じゃなくて、お作りいただけないでしょうか。新幹線がスルーしていたため、駅を追加で作ってほしいと、国鉄に頭を下げました。ただ、国鉄の事情を見ますと、この時代は、内部留保が限りなくゼロでしたね。故に、新しい設備に投資する余裕はありませんでした。実際に掛川駅ができるのも、JR になってからのことです。しかし、JR 東海のおごりでもなかったようです。掛川市、こちらがこう呼びかけました。新しい駅を作るために、みんな里振りして、返礼品はないけど。優しい掛川市内の人たちは、喜んで応じたとのことです。ふるさと納税みたいな感じですね。返礼品はありませんでしたが、それでも、たくさんの方々が協力しました。特に、企業からの募金がたくさん集まりました。まあ、お金を出す側、目線だと、スパチャの意味合いが強かったかもしれないですが、とにかく、地元の人々からマネーを集めて建設資金を確保した感じです。見返りはもう決まっていますね。地元の企業などは、新幹線の駅ができれば、もっとビジネスしやすくなるな。これは大きなチャンスだぞ。と言い、喜んでスパチャした流れかと思います。もちろん、それ以上に便利を図ったわけではありません。日本風力開発とは違いますね。こうして、掛川市の自己負担で、新幹線の駅が建設され、1988年にオープンしました。さて、東海道新幹線の駅をゲットできた掛川市ですが、新幹線以外の交通網にも目を向けました。合わせて、こんな方針も述べました。新幹線だけじゃ足りないな。高速のインターも作るぞ。東名高速道路の掛川インターも追加的に作りました。こちらも、地元からの寄付金で賄ったとのことです。そうした結果、その後はイケイケになりました。市内には、工場などが次々と立ち、工業都市になりました。よって、工場で働く人々は、勤務地、掛川市って言えたから、仕方がなく引っ越しするか。本当は東京が良かったな。ネガティブな発想とは限らないですが、掛川市内へ続々とやってきました。そんな流れで人口が増えていったのです。ですが、長くは続かなかったのも事実です。掛川駅に新幹線が停車するようになったのは、バブル期の1988年でしたね。ここから、20年間はイケイケになりました。ですが、転機がやってきました。市内の製造業の企業たちは、あれれ、最近一気に物が売れなくなったぞ。物を作っても売れなくなってしまいました。世の中全体的に、そんなトレンドになったのです。要するに景気が悪くなったのです。2008年、ちょうどリーマンショックが起きた時です。と言っても、Z 世代ではイメージがつかないかもしれません。なので、ちょっと説明すると、こんな感じになります。金なり奴らに金貸したけど、本当に帰ってこなかった。はい、倒産するぞ。
うわー、俺の ATM かといった流れにより、みんなお金を使うのを自粛するようになったのです。その結果、工場でできたものが売れなくなり、企業がオワコン化してしまった感じです。そして掛川市内の企業たちもこう述べました。節約するためにリストラするぞ。リストラを行い、社員数を減らしました。さらに工場そのものを閉鎖して海外へ移転するところも出てきました。その結果、掛川市内に入ってくる人が減り、逆に出ていく人が増えてしまったのです。こちらがその証拠となるデータです。右側のグラフ、こちらは社会増減を示したものです。難しいワードが出てきましたが、引っ越しによる変化を意味します。2008年以降、掛川市は社会減となっています。要するに、入ってくる人より出ていく人が多いわけです。それは地元自治体にも悪い面で影響を与えました。掛川市、税金の収入源は企業や個人が納める税金です。ですが、企業活動が落ち込んで住民の数が減った結果、おい、税金が入ってこなくなったぞ、マジどうしよう、税収減となってしまったわけですね。特に住民税による収入が減少へと転じてしまいました。ただこうも述べました。その後は何とか持ちこたえているぞ。人口は減っていますが、企業からの税収は横ばいです。ゆえに持ちこたえているといった表現にもなります。企業が掛川市から出てくる現象は止まったのです。新幹線の効果があったのかもしれません。このトレンドは駅の利用者数にも出ています。こちらが掛川駅の乗車人員の推移を示したものです。ここ20年、 JR 側は1万1000人くらいですね。目立った減少傾向は感じられません。天竜浜名湖鉄道、こちらは10年間で 30% 減少しています。本当に衰退している自治体ですと、このような傾向になるかと思います。 JR 側は在来線でもメインルートである点が影響しているかもしれません。それでも目玉はやはり新幹線ですね。ただ残念ながら、今後も横ばいを維持する可能性は低いようです。これからの情勢について掛川氏はこう述べています。今後は確実に減っていくぞ。早めに対策しないとまずいな。社会減のみならず、少子高齢化による人口減少が起きると予想されています。ゆえに掛川市の人口はどんどん減る見込みとのことです。現在は約11万人ほどです。ウプ主のおっさんのチャンネル登録者数と同じくらいですね。そんな人口という登録者数、20年後には9万人台に減る模様です。なお、ウプ主のおっさん、こう述べています。最近疲れやすくなったな。これわしの体力グラフ。掛川市の人口のグラフを見て意味不明なことを述べていました。ご自身の体力がこんな感じになっているとのことです。良い子のみんなも将来的にはこうなってしまうようです。まあオチはないです。では掛川市の人口推移の話に戻ります。人口減少を危惧している市役所ですが、こうも述べています。人様の住むエリアが拡大するとメンテ大変だから、なるべく市街地にとどまっていてな。新しく市内にやってくる人を増やしたいのは確かです。ただ市街地を郊外へ広げるのは勘弁してほしいのも間違いありません。街中エリアが増え、メンテ代が高くなってしまうからです。大きい家に住みたいけど面積が広すぎると掃除が大変になるみたいな感じですね。そんな東海道新幹線の自治体について何かコメントありますか？ここまで長い練習試合の模様をお送りしました。では試合本番になります。今回は掛川市の人口減で将来的に財政が悪化するかもしれない点に着目しました。税収が減れば支出も減らす必要があります。しかしながら、少子高齢化が進むとなると介護分野などでの支出がむしろ増えてしまいます。これについておっさんこう言い残しました。掛川市人口減少で家計が悪くなる言うて。